かよです。今回もメイク記録撮っていきたいと思います。後ろに座らせてみたんですけどどうですか抱き枕として利用したと。はい、じゃあメイク始めていきます。ごめんなさい。まずボビーブラウンのこの下地とイルミネーティングフェイスベース SPF25 を使っていきます。結構ね使ってます。もうねパックとかもしてベースは仕上がっております。皆さん抱き枕とか使いますか？結構私寝る前にこうお腹のあたりになんか物を挟みたいっていうか、なんだろうはい、で伸ばしていきます。なんか抱き枕がなかったら布団とかをこうぐるって抱っこして寝ちゃいますねツヤーンってなってすごいね。やっぱりねボビーブラウンのこの下地もね大好きです。なんかマックよりもマックのあのツヤーンってなるストロボクリームよりも私的にはねこっちの方が安心感があっていい成分がいっぱい入ってるっていう風に書いてあるから、そうだからストロボクリームよりもこっちの方が同じぐらいのツヤ感なんですけど、こっちの方が肌が荒れてる時とかはこっちにしちゃうことが多いですね。まあどっちも好きなんですけど、ファンデーションがこちら新しいやつなんですけどいただいたんですよ。嬉しい。ファンデーションをいただくっていう新しい嬉しいと思ってちょっと使ってみたい。おーすごーい、びっくり。こういうタイプだ。気づいてなかった。プッシュ式なのかと思った。え、そういうタイプじゃないのかな、わかんない。一回閉めてみる。あ、そういうタイプじゃなかった普通に開けちゃっただけですね。ちょっと衛生的にここ開けるのは良くないですよね。しっかり閉めとこう。はい、すいません、私の勘違いで普通にこういう風に開けます今回このずっと買ってたんですけど使ってなかった100均の確かダイソーかな、多分 3D パフっていうマシュマロタッチフラットタイプっていうこのパフでやってみようかなと思います。はい、ちょっと濡らしてきます。はい、じゃあやっていきたいと思います。濡らしてきました。結構大きくなるでね、まあなんだろう、奥がちょっと硬い気がする。普通に私が普段いつも使ってるリアルテクニックスのスポンジよりもなんか奥の方が硬い気がするけど、思ったよりはすごく柔らかくて弾力があって良さそうです。うわ楽しみ。今日パックしたんですけど朝から、今日朝使ったパックがこの黒真珠、私のキレイ日記の黒真珠を使ったんですけど、やっぱりこれいいですね。すごい肌の調子が良くてツヤ肌っぽくなってるのすでに。今日は割と新しいやつを多めでメイクしていこうかな。すごいカバー力がすごいあるそう。すごいね、肌の色と合ってます。わかる、いい感じ。でこのスポンジも100均のやつなのに、なのにって言ったら失礼かもしれないけど、そうなのにすごいいい、ザラザラしてる、表面がザラザラしてるとかないですね。なんかむしろちょっと奥が硬いからなんか弾力があってこう跳ね返る感じがする。リアルテクニックスがやっぱ一番好きなんですけど、韓国の青いやつあるじゃないですか、なんだっけ、そのスポンジよりもこっちの方が私は好きかも。弾力があってそれは柔らかいけどなんかね違うなって感じがしたんですよね。うちが買ったやつがたまたまそうだったのかわかんないんですけど、嬉しい。いいファンデーション見つけました。これセミマットなのかな、でもなんか一気にすぐサラッとする。すごいこれめっちゃおすすめです。これサラッてするけどツヤ肌だし、カバー力もめちゃめちゃあります。毛穴が、でもこの毛穴の隠れ具合はボビーブラウンかな。どっちにしろこの組み合わせがいいですね。ボビーブラウンのファンデーションと、ファンデーションじゃないか下地とこの VDL のファンデーションがすごいいい、合います。これで2つともなんかおしゃれだしね、こう並べて置いとくのもいいかもはい、そしたら次にこちらメイクアップフォーエバーのウルトラ HD コンシーラーの、私は32番のカラーを購入してみました。この前コスメの棚を整理してて、今まですごい私棒物っていうんですか、こういうのとかもそうだし、マスカラとかアイラインとかを結構もうガッて、マスカラ多すぎて入りきらないんですけど、こんな感じであのマスカラは今マスカラっていう風にここに入れたんですけど、今まではこのケースが3つぐらいあるんですけど、もうとにかくもう棒っぽい感じのやつをブワーって入れてるだけで整理されてなかったんですよ。そうだから整理しないとなって思って、この前久しぶりにそこを整理してて、したらなんか偏りがすごくて、私の、まあ、好きなものを買ってあるじゃないですか、いっぱい買ってあるものと全然買ってないもの、少ないものと
差がすごくて、マスカラがすごい多くて、マスカラとアイライナーが結構な量で、まあ、この前の購入品紹介見たらカラーライナーが最近めっちゃ増えたっていうことは皆さんも知ってると思うんですけど、ライナーとマスカラが異常に多くて、コンシーラーと眉毛、眉のペンシルがすごい少なくて、そうだからもっとそう眉毛描くのも苦手だし、コンシーラーも大事じゃないですか。だからそういうそっち系をもっと欲しいなっていう風に気づきました。だから良さそうだったね、この気になってたこの子をね買ってみました、うん、カバー力が結構あります。ここにニキビあって、あとここにも、ここはね結構赤いからさすがに完全には消えてないけど、でもだいぶ見えてない。ここはもう全然見えてない、ボコってしてるだけ。だいぶおすすめです、いい感じ。なんか最近コスメ買うの上手くなりましたねこれ微妙だわっていうのがなかなかないぐらいどれも気に入っちゃうっていうリップクリーム、今日はこのベレダのこのリップクリーム、匂いがいいの。お粉、このツヤ肌をね消したくないので、このロラメルシエのキャンドルグローパーフェクティングパウダー1番、ツヤ肌に仕上がるパウダーを使ってきます、まあ、春夏になってきてマットにしたい気もするんですけど、やっぱり肌が綺麗に見えますもんね、ツヤっとしてると。今日は使わなかったんですけど、なんかメディアのお粉のファンデーションがあって、それもカバー力がすごくて、なんかファンデーションを、お泊まりの時にファンデーション忘れちゃってて急遽買ったんですよ、メディアの粉のファンデーション。こういうタイプだとの上にまたお粉が欲しいじゃないですか。だから粉のファンデーション買っちゃおうと思って買ったんですけど、結構それもカバー力あって、そう、まあマットですけどね、お粉だから。でもそんなに粉っぽくもならなくて、それもね良かったですけど、粉のファンデーションが好きな人にもおすすめかも。こんな感じでサラサラなんだけどツヤ肌になります。ちょっと今日のベース完璧すぎません？すごいいいツヤーって感じですもんそしたらちょっとシェーディングを入れていきたいと思います。シェーディングはこのエルフのシェーディング、これはねこんな感じの4色のシェーディングで、ちょっとね細かいラメが入ってて、細かいラメっていうかなんだろう、この濡れたような感じで、この4色でアイシャドウにも使えるし、すごく使いやすいし、エルフだからそんなに値段もしないんじゃないかなと思います。これを4色全部混ぜてシェーディングに今日は使っていきたいと思います。新しいコスメって使うのテンション上がりますよね、やめられないなんかでもこのシェーディングもツヤ肌っぽくしてくれるようなタイプだと思います。でもつけすぎには注意です、結構発色がいい気づいたらめっちゃついてるから、なじませます。でここのカラーでノーズシャドウ入れてきます。この下にも影みたいに入れてあげるといいらしいです。こんな感じです、結構鼻がシュッと見えますね。眉毛はキルトアイブロウペンシル LB1 番、細いの、これすっごく描くところが超細いのでこれをね使います。もう眉毛がまたこの辺がね黒くなってきましたね。また脱色しないといけない、女の子って大変ですね本当大変で、も男の人もヒゲとか剃らないといけないし、結構硬いこれ、結構でも色はめっちゃ合ってます。私の髪色には合ってるけど、でもこことはちょっと差が出てる感じ。脱色ってでも意外ともっと時間を置けばいいのかな、結構ほんとグイグイ描かないと痛いぐらい細いのによく折れないのかな。あ、細いから折れないために硬くしてるのかな、そういうことか。平行に描こうと思ってるんですけど、なんか癖で下げちゃうんですよね、難しいよ。取れろしたらこのビセのビセリシェカラーリングアイブロウマスカラの BR2 番を使ってなるべく黒を消していきます。限界があるんだよな、二度付けすればいいのかな、ちょっとしてからまたつけたりすればいいのかな。でもまあこっちと比べたら絶対染まってますよね、このビセのやつ結構染まりやすい気がする。眉毛のやつってでも結構使用期限とか気にしないけど、多分知らぬ間に固まってるんですよね。なんか月が悪いなって思うやつとか買った頃と比べられないけど、多分比べたら絶対固まってる気がする。はい、ちょっと一回これでいきましょう。どうかな、こっち細くない、なんか細いのって。はい、こんな感じでOK です。まずベースにこのセルウォークのインフィニトリーカラーの02番を使います。
な感じです。このナーズのパレット、日本で発売されなかったやつなんですけど、のここのカラーを使います。はい、そしたら一旦ここのカラーで整えます。あ、思ったより濃かった、ビビったちょっと待って、ぼかしたら平気か。色が違ったので、このボビーブラウンのクリスマスコフレのここの一番白い色でちょっと整えます。はい、これで一回なじませました。このナーズのパレットの一番明るいカラー、そんなに明るくないっていうことがよくわかりました。はい、次がね、ここのカラーを使っていきます。目の際に次ここを使います。で、下まぶたにね使うの、このブラシがすごい私お気に入りで、なんか、ね、短いんですよ。短いけど幅がなんかちょうどよくて、この毛先が、ね、すごいお気に入り。このブラシ、エルフアイシャドウブラッシュって書いてある白いやつです。ここのカラーを、今日はベースがオレンジっぽい感じのセルボック使ったので、合わせてね、このウズのアイラインオレンジ使おうかな。うん、かわいいかも。ダブルマスカラのブラウンオレンジ、このブラウンがね、もういつ使ってもかわいいんです。こんな感じで、このラインと下まつげのオレンジを合わせてみました。 3CE のローズベージュ、結構ね目元が派手なのでを使っていきたいと思います。このカラー派手というか個性的というか、なので少しだけほんとさらっと、こんな感じで。リップもセルボークインフィニトリーカラーの02番が、フェイスカラー、アイカラー、チークカラー、口紅っていうね、あ、チークにも使えるんだ。チークにも使ってみます逆にこの上から、じゃあリップとしてもこれを使っていきたいと思います。これ本当優秀ですね、統一感が出そう。うん、かわいい。久々に、これ結構前から持ってるんですけど、こんなしっかり使ったの久々。オレンジメイクですね、温かみのある。で、ハイライトはファンデーションも仕込んだベースも、お粉、こういうツヤ肌になるようなものを使ったので、ハイライトは今回はいいかな、あえてこれだけでいきたいと思います。はい、今日はもう髪の毛をセットしてます。いつも通りオイルで簡単に巻いて、ちょっとツヤ感を足した感じです。はい、今回はこんな感じでメイク完成です。イエーイ。はい、今回はカラーメイクのオレンジバージョンということで、結構ねこのオレンジ系のマスカラをね、しっかり下まぶたに使ったりとか、ウズのオレンジのアイラインをしっかり入れたりとかして、ちょっとこれからのシーズンにぴったりなんじゃないかなと思います。ね、オレンジすぎないっていうか、まあオレンジすぎるか、まあ、オレンジ全部オレンジなんですけど、その今時っぽい感じのちょっとこっくりしたオレンジに仕上げたので、全然その浮いた感じも毎日メイクに溶け込まない感じのカラーメイクではないかなと思うので、普段からはもう挑戦しやすいんじゃないかなと思います。カラーメイクの中でもオレンジは比較的、うん、挑戦しやすいのでおすすめです。はい、はい、ということで今回もご視聴ありがとうございます。この動画がいいなと思ってくださいましたら、チャンネル登録と高評価とコメント、ぜひぜひお待ちしております。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。